てて面白いゲームをしてくれるので毎回楽しみです。めっちゃ強いです。頑張ってほしいです。ディフェンスの意識が全員違うと思います。いろんなバリエーションの攻め方ができるし、あいつは大嘘つき野郎です。素朴な坊主のままの本節振り返って一勝一敗という結果ですがいかがですか。リーグで上位の、うん、上位である川崎さんに、うん、まあ、一つ勝てたというのはチームの今の現状の立ち位置が確認できたとは思います、はい、昨シーズンの走り出しとは全く違うとおっしゃってましたが実際どの辺にそれを感じていますか。そうですね、まあ、ディフェンスからまあ、やっていこうというコンセプトでやってでそういう頑張れる選手たちが、集まってくれて相当きついと思うんですけども僕の目の前では文句言わずに裏で言ってると思いますけど今一生懸命やってくれています。It's a really good impression, you know, what I got so far. I think the organization is great, how everything works, you know, the fans, how they treat us, and how we play, you know, the spirit we get in the league, you know, I love it. I think I had to do a little bit of everything, obviously, whatever it takes, you know, to help the team win, but, you know, I think I'm a great rebounder, and in offense, you know, I can create a lot of problems on the other team. So I think that putting it all together, being solid and consistent, you know, basically through all the games, this is my job here. に勝ってるチームから一人だけ来てますのでその経験値というのはやっぱ計り知れないものがあります。で多くは語らないですけどもやっぱり黙々とやる姿
を若い選手も見てますし、でたまにやっぱりボソッと一言二言言うので、そういった意味ではすごいインパクトがあるあの選手かなと思います。チャンスがあったら常に狙おうと思っているので、まあ、そこは継続してやるのと、あとボールにもうちょっと絡む機会が増えてきたので、あのピック使ったりドライブ使ったりっていうそのハンドラーとしての役割も少しずつ増えてきているのかなと思ってます。イサヘッドコーチが石井選手がコートに立つと落ち着きが違うっておっしゃったんですけど、はいはい、分かんないです。普段落ち着いてるからだと思います。落ち着きの雰囲気が一気に変わるっておっしゃってました。はいはい。